皆様おはようございます。おはようございます。時間になりましたので礼拝を取り行いたいと思います。今日はクリスマスアドベントの対抗節第3週になっております。フォローして、主なる神様を見上げたいと思います。それでは消毒してもらって主の御臨席の取りとしたいと思います。Thank you.
信条、それで引き続きまして主の祈りを一緒に捧げます。スクリーンにも出ていますので、参照ください。人信条、神は天地を作り主、全能の父なる神を信ずる。我々はその人のことを、我々は主、イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の口をよみがえり、天に昇り、全能の父となる神の御に立ち名前に、賢いより来たられて、生きるものと死ぬものとを捧げたのは、我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、天聖の御に立ち名前に、辻の許し、体がよみがえり、ご指定の御の字を信ず。アーメン。主の祈り、天に立ちます我らの父よ、願わくば皆を改めさせたがない、御国を来らせたがない、御心の天にあることを地にもなさせたがない、我らの日常の糧を今日も与えたがない、我らの罪を犯すのを我らが許すことで、我らの罪を許したがない、我らを心に合わせず神で救いしてください。国と力と栄えは限りなく何時のものだからな。アーメン。それでは司会者が代表してお祈りいたします。皆さんも討論に回していただければありがたく思います。主なる天の地なる神様、今朝もこのように愛する多くの方々をこの会堂にお送りくださりありがとうございます。今朝も木町牧師があなたの御言葉を取り継いでくださいますけれども、心を開いてあなたの御心が何であるかをしっかりと受け止めることができますように、それぞれを導いてください。主なる神様のご聖誕のお祝いするクリスマスが、クリスマス歓迎礼がもう来週の聖地になってきておりますけれども、一人でも新しい方が多く来られますように導いてください。私たちもできるだけ教会に誘うことができますようにしてください。イブ礼拝もあります。イブ礼拝もあなたは私たちそれぞれ覚えて、新しい方も誘うことができますようにお聞きください。今日来られなかった方もおられますけれども、また山のところにある方も覚えますけれども、それぞれのところにありまして、等しく導いてくださいますようにお願いいたします。この言い尽くしの際に感謝と願いを、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。もう一曲賛美したいと思います。賛美歌の95番を賛美いたしましょう。Thank you.
皆さんおはようございます。おはようございます。いつもの方、久しぶりの方に加えて新しい方もようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。お祈りをいたしましょう。天と地とその中のものをすべて愛するために作ってくださり、そして生かし、また守っていてくださる天のお父様、
今朝も目覚めが与えられましたことを本当にありがとうございます。そして12月のアドベント対抗節の第3週を迎えることができました。もう早来週にクリスマス礼拝を迎えようとしています。ここまでの歩みをあなたが守りに導いてくださったことを感謝いたします。なおも苦しみの中に闇の中にいらっしゃる方々がたくさんおられるかと思います。どうか神様、あなたご自身が共にいてくださり、すべてのことを働かせて益としてくださると約束していてくださる主、希望は失望に終わらないと約束しておられる主が、私たちの上に素晴らしい栄光を表してくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよろうそくが3つ灯りました。神様の喜びが私たちのところに近づいております。喜びが本当に皆さんの上に豊かにありますようにと願います。今年の大光節、クリスマスを待ち望むこの季節、旧約聖書のイザヤ書9章の1節から7節、この部分を味わっております。世界で最初のクリスマスの700年ぐらい前、紀元前700年ぐらい前に預言者イザヤという人が神様からの言葉を預かって、それを語りました。預言、神様からの言葉を預かる言葉と書きます。もう一度九章の一節から順番に見ていきたいと思います。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、そのようにまず宣言されております。苦しみのあったところに闇がなくなる。そして2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。3節、その喜びが増し加えられていく。神様の御前で喜び踊る、そのような姿が記されています。神様がすべての重荷や苦しみの源を一つ一つ取り除いてください、打ち砕いてください、そんなことも予言されております。そして6節、繰り返し見ております、新しく来られる救い主のお名前が4つ記されております。一人の緑子が、一人の赤ちゃんが私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。赤ちゃん、しかも男の子が私たちに与えられる、私たちのために生まれると予言されていました。時だって今から2021年ぐらい前にクリスマスに来てくださったイエス様の姿に重なっています。人間は生まれた時には泣くことしかできません。握力もありませんから、捕まることもできません。お母さんに抱かれて、そして首も座っていない中で生まれてきます。でも小さなその赤ちゃんの上に、世界の政治を司る主権、世界の政府を治めるその主権がその方にあると言われています。そしてそのお名前、生まれてくる一人の男の子のお名前が4つ予言されています。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。不思議な助言者、それはワンダフルなカウンセラーです。イエス様が最高のカウンセラーとして私たちの人生を
相談に乗ってくださる、話を聞いてくださる、そして適切な最高のアドバイスを導きを備えてくださる。そのイエス様の言葉に聞き従うならば暗闇がなくなる。そんな素晴らしい不思議な助言者であられます。また先週見たところですが、力ある神様、イエス様がパワースポットであり、イエス様が最強のパワーストーン、私たちを救う力がある神様として、イエス様は私たちを死から命に、闇の力から神様の御手の中に、絶望から光に、希望に導いてくださる力ある神であられます。今日ぜひ見ていきたいのはこの3番目の名前です。永遠の父。英語の聖書ではエバーラスティングファーザー、エバーラスティングという言葉が使われています。いつまでも終わらないという意味ですね。いつまでも終わりが来ない、そういうお父さんとイエス様が呼ばれるというんです。イエス様がお父さんだよ、しかも永遠のお父さんだよ、絶対にあなたのことを見捨てないよ、そう約束してくださっている。そのことがイエス様によって成就していきます。改めて今日福音書の中でこの永遠の父とイエス様が呼ばれる、その予言はどんなふうに成就したのかな、実現したのかな、そのことを一緒に見ていきたいと思いますが、永遠の父という言葉は実はこのイザヤ書の9章の6節にしか出てこない言葉なんです。新約聖書には出てきません。永遠の父、イエス様って、イエス様は父なる神様の一人息子でお父さんじゃないんじゃないの、なんか紛らわしいな、なんか三位一体じゃなくなるんじゃないの、ということがあるかもしれません。いろいろな箇所がありますが、今日ぜひ皆さんと一緒に分かち合いたい、開いてみたい聖書の言葉はヨハネの福音書です。新約聖書、旧約聖書、聖書は2つの書物があります。旧約聖書39巻、新約聖書27巻、3区27、そして全部で合わせて66巻の聖書図書館であります。イエス様がお生まれになった後の話がこの新約聖書なんですけども、最初のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネはそれぞれの立場から、それぞれの視点からイエス様のこの地上での歩み、語られた言葉、教えられたこと、その歩みを記録していきました。ヨハネさんは、使徒ヨハネさんは一番最後にこの福音書をまとめました。ですから一番時間をかけてじっくりといろんなマルコさんの証言、ルカさんの証言、マタイさんの証言、いろんな福音書も参考にしながら、ずっと思い巡らし、そしてお祈りしながら、そのイエス様の、イエス様って一体誰なのかということを悟っていくことになります。ヨハネ福音書の14章を今日開いてみたいと思います。ヨハネ福音書14章の1節からのところを開いていきますと、そこにおそらく新約聖書の中で一番イエス様が永遠の父と呼ばれるというその理由、まさにそういうような方なんだということが納得できる、そんな御言葉が記されているかと思います。ヨハネ福音書14章ぜひ開いてみたいと思います。それぞれの訳で読み比べて聞き比べてくださればと思いますが、私は新改訳の2017という訳で読みます。ヨハネの福音書14章の1節から、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まずそのように語られております。これは最後の晩餐と言われる
もう間もなくイエス様が逮捕されて十字架にかけられて殺されていくということが近づいている、その場面の会話の中で語られたことです。あのシモン・ペテロにイエス様のためなら命も捨てますと言ったシモン・ペテロに対してこうおっしゃっています。誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。その心がざわつくような、心が騒いでしまうような、そういう話題がなされていたのです。いや、人生というのはいつも心が騒いでしまうことが多いのではないでしょうか。心安らむ時はほとんどない。いつも心が騒いで、どうしようどうしよう、ああ困った困ったと心が騒ぎます。ですから今日もまず主は14章1節でこう語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。たとえあなたや愛する人がもうそんなにこの地上の人生長くないかもしれませんと宣告されてしまったとしても、心を騒がせてはなりませんと言われます。その時にこそ信仰を働かせて神を信じ、また私を信じなさいと言われています。そして心騒ぐ私たちの心を沈めてくださるために、イエス様はとっても素敵な、とっても素晴らしいことを語ってくださいます。2節から、実はね、私の父の家、私のお父さんの家には住むところがたくさんあるよというのです。住むところです。もしそうじゃなかったらあなた方のために場所を用意しに行きますよと言ったでしょうとイエス様はおっしゃるのです。居場所がない方が多いかもしれません。家の中に居場所がない、職場に居場所がない、地域に居場所がない。でもご安心ください。イエス様という方はあなたのために居場所を用意してくださる方です。そしておそらくそれはまず教会の中にあると思います。あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。そして3節、私が行ってあなた方に場所を、皆さんの居場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えますからね。そのようにして私がいるところにあなた方もいるようにするために、私は場所を用意しに行きますよと言うんです。どうやら天のふるさとのことを言っているようです。いわゆる天国と言われるところに場所を用意してください。そのようなことをイエス様は語っておられます。そして私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますと4節で語っていきます。そうしますと12人の1人の弟子の1人のトマスはこんなふうにイエス様に語っています。5節、主よ、イエス様どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるんでしょうか。そのようにイエス様に尋ねました。そうしますとイエス様は大変有名な自己紹介を始めていかれます。14章の6節、ヨハネ福音書の中には7回イエス様は自己紹介されています。私は何々です、私は何々ですと、そんなふうに自己紹介がされるのですが、その一つが14章の6節にあります。イエスは彼に言われた。イエス様がおっしゃる言葉です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も天のお父さんのところに、父の身元に行くことはできません。そのようにイエス様は自己紹介されております。イエス様が道そのもの、天国への道そのもの、そして真理、嘘偽りのない本当に真実な方、命の源である方、そしてイエス様を通してでなければ誰も天のお父さんのところに、天国に、天のふるさとにたどり着くことはできないと言われています。
日本的な宗教観を意識しながらこのところを味わってみましょう。日本ではよく山が信仰の対象になりますね。特に富士山、お山と呼ばれます。富士山の麓にですね、お寺があったりとか、いろんな神社があったりするわけなんですけども、日本人の多くはこんな風に信仰の道を考えていいでしょう。富士山の登る登山の道はいろんなルートがある。御殿場ルートとかいろんな道がある。で、別どの道を通っていっても同じ頂上にたどり着けて同じお月さんを見れるじゃないの。だからどの宗教を信じてもいいんじゃないの。それぞれの道で頑張ればみたいなことが言われます。ところがある宣教師がヨハネ福音書14章の6節を意識しながらそういう私たち日本人にこう語ったというんです。そうですね、確かに富士山の頂上であればどの道を通ってもたどり着くことができて、そこからお月さんを眺めることができるでしょう。しかし富士山の頂上から天に行くためにはイエス様というその道を通ってでしか誰もたどり着くことができない。そうです、私も山登りが大好きなんですけども、このイエス様という方を通してだけ本当に天の御国に、神の国に、天のふるさとに行くことができる、そのただ一つの道だと言われております。そしてイエス様は続けて語られます。7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのですとおっしゃり始めます。そうしますとピリポは、これも弟子の一人ですが、ピリポはイエス様に語ります。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。そうすれば信じます。ところがイエス様は彼におっしゃる。9節、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。そしてその後、この革新的な言葉をイエス様は語られるんです。14章の9節の真ん中辺にある言葉です。こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。その後ですね、何と書かれてますか。私を見た人は父を見たのですと言い切ってます。すごい言葉です。イエス様を見た人は天の父なる神様を見たのと同じだよ、イクオールだよとイエス様は大真面目におっしゃった。それがイエス様なんです。永遠の父と呼ばれる理由はそこにあります。イエス様を見た人は天のお父さんを見たんです。つまりイエス様は見える形で天のお父様という方をどんなに愛にあふれた素晴らしい方かということを紹介してくださった方なんです。私を見た人は父を見たのです。すごい言葉です。ひっくり返りそうな言葉です。イエス様がご自分こそ永遠の父だよ、私を見た人は永遠の父を見たんだよとおっしゃった。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。そしてさらにイエス様は意味深な意味の深い言葉を語っていかれます。10節以降です。私が天のお父さんのうちにいて、天のお父さんが私のうちにおられる。ちょっと分かりにくいかもしれません。でもこれは明らかに三位一体の神様を紹介しております。イエス様が天の父なる神様の内側にいらっしゃる。そして天の父なる神様が私のうちにおられる。三位一体という言葉は聖書の中には書かれていませんが、でも聖書を丹念に読むならば、聖書の中に記されている神様という方は父なる神様、一人息子のイエス様、御子イエス様、そして聖霊なる神様、この三人別々に神様がいらっしゃるわけではありません。三人の神様がいるわけではありません。これは難しいんですけど、
死なる神様と御子イエス様と聖霊なる神様がいらっしゃる。でも3人別々に神様がいらっしゃるわけじゃなくて、関係の中で切っても切れない関係の中で深い絆で結ばれていて一体になっておられる。ですから三位一体というふうに言うんです。私を見た人は父を見た、私が父のうちにいて父が私のうちにおられる。そしてイエス様は続けて言います。私のうちにおられる父がご自分の技を行っている。11節も繰り返します。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技の上に信じなさい。またイエス様は12節でさらにご自分がこれから向かうことをその道を語っていただきます。誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様は明らかに場所を用意するために天のお父様のもとに行くとおっしゃっています。そしてそのことが何をもたらすのか13節にも約束されています。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになれたのです。祈りの約束です。あなた方が私の名によってイエス様の名によって求めることは何でもしてあげますと、そこまでのことを約束しておられます。同じことが14節で繰り返されます。皆さんあなた方が私の名によってイエス様のお名前によって何かを求めるなら祈るなら私がそれをしてあげます。そして15節から続けて読んでいきたいと思いますが、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、イエス様が天のお父さんにお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださいます。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。その方は真理の御霊です。聖霊とも言われます。聖なる神の霊、要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。聖霊というのは三位一体の神様の、真理の御霊と言われたり聖なる神の霊と言われますが、ここではもう一人の助け主と言われています。かゆいところに手が届く助け主なんです。そしてその方は私たちと共にいてください、うちにおられるようになる、内住のキリストとも言われます。私たちの内側に住んでください、そんな神様の清い霊であります。そして18節、永遠の父と言われるイエス様の約束が記されていきます。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方を捨てて決して一人ぼっちにはしないよと語っておられます。これは永遠の父だからこそ約束できる言葉ではないでしょうか。永遠の父、それは死んでも死なないというそういうお父さんですよね。それに対して普通のこの地上のお父さんと呼ばれる一人一人は何十年かの地上の人生を生き抜けばやがてお迎えがやってまいります。今年も何人ものお父さんがこの地上の人生を終えて行かれました。その時にですね、この地上のお父さんであればどんなに子供が息子や娘が可愛かってももう一緒にいれなくなるんです。現実的に死というものが残されていく子供を一人ぼっちにしてしまう。
とっても悲しくて、とっても辛くて、とっても寂しいことになります。しかしイエス様は永遠の父と呼ばれる方ですから、こう宣言することができるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。これイエス様だけが約束できる言葉でしょう。いつもいついつまでも終わりがない、ずっと一緒にいてくださる。だからあなたは決して一人ぼっちにならない。イエス様は永遠にいなくなることがない。父親不在の時代とも言われますが、でも永遠の父なる神様、天のお父様はいつの時代でも生きておられます。そして永遠の父と言われるイエス様も実は今も生きておられる方なんです。とおっしゃる方がいるかもしれません。普通教会に来てない私たちは歴史の教科書とかでですね、イエス様の話を見ますよね。そうするとイエス・キリストという方は十字架に貼り付けにされて殺されてしまった、世界三大宗教の教祖というふうに教えられると思います。十字架に貼り付けにされて死んでしまった人、そこで終わってしまうと思うんです。でも聖書を読みますと、どの福音書にもその後のストーリーが記されています。確かに十字架に貼り付けにされて殺されました、お墓に埋葬されました。しかし今そのお墓は空っぽなんです。イスラム教を作ったマフメットさんもお墓があって、そこにお骨が埋葬されています、安置されています。仏教を作った釈尊お釈迦様も世界中のお寺に仏舎利と言われるお釈迦様の骨だと言われる骨がいろんなところにあります。しかしイエス様の骨は未だかつて誰も見つけることができません。お墓を探し回ったんです。エルサレムに墓があるんですよ、イエス様が埋葬された墓。でもそのお墓の中はこの2021年空っぽです。ご遺体もない、お骨もない。嘘だろう、イエス様がよみがえるわけないじゃないか、よし骨を見つけてやろうと、この2021年間多くの人たちがイエス様の骨を探し回ります。いまだに見つかっていません。なぜですか？聖書が記録している通り、イエス様は金曜日に私たちの罪のために身代わりに十字架で苦しまれ死なれ、その金曜日の暗くなる前に十字架から取り下ろされ、そしてお墓に埋葬されました。で金土日、この3日間です。3日目によみがえるというのはこのことです。金土日、日曜日の朝早く、今日も日曜日ですが、この日曜日の朝早くイエス様は墓の中からよみがえられたんです。つまりイエス様は今も生きておられる方なんです。死んだ方ではないんです。死んだけれども生き返ってよみがえって今も生き続けている。ですから光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと聖書ははっきりイエス様のことを証言しています。死でさえも吹き消すことができない命の輝きなんです。だから永遠の父と呼ばれるんです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。先に地上の人生を終えた後にあなたが一人ぼっちの孤独のそういうことにならない、あなた方のところに私は戻ってくる、あなたのために十字架にかかって死ぬけれども戻ってくるよ、天に上げられるけれどもまた戻ってくるよとイエス様は約束しておられます。イエス様は肉体を持たれたままで復活されました。先ほどのトマスという人がすごく疑り深い方だったんです。
このヨハネの福音書の後ろの方を見ますと、トマスが復活のイエス様に出会った時にすごく疑い深い人だったということが記録されております。同じヨハネの福音書の20章を見てみましょう。イエス様は蘇られて今も生きておられるということを聖書は繰り返し語っています。歴史の資料集とかには出てないところです。ヨハネ福音書20章には復活の話が出てきます。19節から20節の19節から、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。ロックダウンとかロックアウトしているような状態ですね。不要不急の外出を控えるという状況です。昔も今もそういう状況があったみたいです。扉を閉めて家にこもっている人たちがいました。するとイエス様が来て彼らの真ん中に立たれ、こう言われたというのです。イエス様は扉もすり抜けることができる、しかし体を持った形で復活されました。そして復活のイエス様が立ち現れてくださったんです。イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるよ。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。それは十字架の手の釘の跡でしょう。脇腹刺された、槍で刺されたその跡ですよ、傷跡です。イエス様はそのように体を持ってよみがえられましたが、その体には十字架の時に傷つけられたその傷跡がしっかりと刻みつけられたお体でよみがえられました。弟子たちは主を見て喜びました。しかしそこにトマスという弟子はいなかったんです。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たよ、イエス様を見たよ、復活されてたよと言った。しかしトマスは彼らにこう言うのです。いや、私はその手に、イエス様の手に釘の跡を見て、釘の跡に指を差し入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。そんなイエス様が復活したなんて絶対信じない。見て確かめて、実際に傷口に穴に手入れないと私絶対信じませんからと言い張っていました。8日後、そうです、日曜日ごとにイエス様は現れたんです。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。扉には鍵がかけられていました。またイエス様がやってきたんです。復活のイエス様です。イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われ、そしてトマスに言われるのです。イエス様が見えないところで会話していた、その会話もお聞きになっております。イエス様は今も生きておられますから、隠れたところで皆さんの会話を全部聞いておられますよ。家の中で、職場の中で、学校の中で、地域の中で、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいとイエス様はおっしゃったのです。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったトマスにイエス様はおっしゃったんです。あなたの指をここに当ててごらん、私の手を見てごらん、傷はダメでしょ、手を伸ばしてこの脇腹の槍の跡に入れなさい、そして信じないものにならないで信じるものになりなさい、私は確かに死からよみがえって今も生きてるよ。トマスはもう否定できなくなりました。私の神様、私の主、私の神様とイエス様に申し上げたんです。はっきりと神様として信仰告白をしたんです。私の主、私の神、イエス様、イエス様は私の主です、イエス様は私の神様ですと告白したんです。口で信じて、そうしますとイエス様はおっしゃる。イエスは彼に、トマスに言われた。あなた私を見たから信じたんですか、見ないで信じる人たちは幸いですよ。イエス様はお弟子さんたちの前で他にも多くの印を行われました。蘇られた後に
でも、もう書ききれないぐらいのことがあります。でも厳選してセレクトされて書かれたこのようなことが書かれた理由は31節にあります。なぜ福音書が書かれたのか。それはイエス様が神の子キリストであること、イエス様が救い主メシアであること、イエス様が不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーであり、力のある神様であり、永遠のお父さんでありということを信じるため、そしてイエス様のお名前によって命を得るためですと言われています。話をまとめます。クリスマスに来られたイエス・キリストは永遠の父、永遠のお父さんと呼ばれると予言されていました。その通りの方としてイエス様はお生まれなさり、成人なさり、そして教えをなさりました、約束されました。永遠の父と呼ばれるイエス様は、あなた方を捨てて、あなたを捨てて孤児にはしないよ、私は永遠にいなくなることがないよ、決してあなたを置いていかないからね。イエス様は父なる神様と聖霊と三位一体の神様であられて、私たちのあなたの罪を身代わりに背負う十字架、その死、そして三日目のよみがえりを通して永遠の父なる神様のその家に私たちを導く道、真理、命であられますから、この方は永遠の父と呼ばれる、そんなふうにも予言されていたかと思います。最後に旧約聖書エレミヤ書の31章3節に記されている言葉をご紹介したいと思います。イザヤ書のその次にエレミヤ書という書物があります。エレミヤさんも涙の預言者と言われている、本当に涙涙の人生を、苦しみが多い人生を生きた方ですが、エレミヤの31章は旧約聖書のローマ書8章とも言われます。旧約聖書なんですけど、新しい契約が記されています。エレミヤ書は31章は旧約聖書の最高峰かもしれません。エレミヤ31章の3節、こんな言葉があります。主は遠くから私に現れた。その括弧の中の言葉ですが、永遠の愛、いろんな歌に出てきそうな言葉ですよね。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。いつまでも終わらない愛です。いつまでも変わらない愛です。いつまでも目減りしない愛です。人間の愛は残念ながら目減りすることがありますよね。なんか古くなったり年老いたりするとですね、だんだん目減りしてですね、もうなんか愛が冷めてきたりするかもしれませんが、そうじゃない、永遠の愛というのはいつまでも目減りしないんです。変わらないんです。あなたが元気であろうと病気であろうと、お金持ちであろうと貧乏であろうと、変わりません、変わりません。永遠の愛、いついつまでも変わらない愛をもって私はあなたを愛した。ですから、たとえあなたが神様に背を向け続けて不信仰に不信仰を重ね、どこまでも神様に背を向け続けて生きたとしても、それでも神様はあなたを愛する愛をやめないんです。やめません。神様はあなたを愛することをやめることができない方です。永遠の愛なんですから。永遠の愛をもって私はあなたを愛し続けてるよ、それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けてるよ、これでもかと言わんばかりに、主は次から次へと皆さんの日常生活の中に起こる一つ一つのことを通して、その奇跡のようなありがたいことを通して、どんなにあなたが愛されているのか、そのことをぜひ伝えたいと思っておられる方であります。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思いますが、
声に出せる方は声に出して、心の中だけでも結構です。それぞれ正直な思いを神様に祈っていけたらと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父と呼ばれる。神様、クリスマスに生まれてくださったイエス様が永遠の父と呼ばれるというその予言の言葉を覚えました。あなたはまさに永遠の愛を持って、また決して私たちを一人ぼっちにしない素晴らしいお父さんとして私たちと共にいてくださいます。また私たちをその命の交わりの中に、三位一体の神様の素晴らしい愛の交わりの中に招いてください。そして私たちをあなたが愛で包んでください。そして悩み多い、苦しみの多い人生であったとしても、主が喜んでくださり、主が共に苦しんでくださり、そしてそこから私たちを解放し、救い出し、約束の地、天のふるさとへと確実に導いてくださることを感謝いたします。いよいよ来週クリスマス礼拝を迎えますが、どうか神様、私たちがますます予言されていた一つ一つのお名前の意味を考えながら、そしてイエス様と一緒に祈りながら、共に人生を歩むことができますように導いてくださることを、そして神様、本当に一人じゃないんだ、一人ぼっちじゃないんだ、いつまでもイエス様が一緒にいてくださるんだ、そのことをかみしめながら、いつまでも変わらない喜び、安心の中にクリスマスを迎えていくことができますように導いてください。私たちを通して愛する家族や親族、友人、知人、職場や地域の方々も、一人でも多くの方がこのクリスマス、あなたの素晴らしさを、あなたの喜びを体験することができますように導いてください。命の輝きを共に持つことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。